クラージュ C60 は、クラージュコンペティションが2000年に開発し、2006年まで使用されたプロトタイプレーシングカー。クラージュ C52 の後継モデルにあたる。本校では、ペスカロロスポールが改良を加えたモデルである、ペスカロロ C60 についても解説する。2000年に C52 の後継として登場。それまでのクラージュ製マシンと同じく、 主にプライベーターへ供給する目的で開発された。エンジンはジャット製の4リッター V10 自然吸気、GV4 を搭載する。2005年には新たな LMP1 規定に対応した C60 ハイブリッドに進化した。リアウィングのデザインに変化が生じている。エンジンは GV4 を継続搭載する。2006年本社の後継となる LC70 がデビューした。 フランス人、レーシングドライバーのアンリ・ペスカロロが結成した、レーシングチーム、ペスカロロスポールでは、2001年より C62 独自の改良を施して、レースに投入した。エンジンは、ノーマルの GV4 に代わり、不条性の3.2リッター V6 ツインターボ A32 を搭載。ボディには、トヨタ GT1 などの開発に携わった。 アンドレデ・コルタンツの手で改良が加えられた。2003年以降はスポンサーにレースゲーム、グランツーリスモシリーズが加わり、翌年に発売された、グランツーリスモ4には本社が収録されている。2004年にはエンジンを、ジャット製の5リッター V10 自然吸気、GV5 に換装した。この頃より、ペスカロロ仕様の C60 は、クラージュの手を離れ、ペスカロロ C60 として、 より独自開発色を強めていくこととなる。2005年にはベースモデル同様に C60 ハイブリッドへと進化したが、クラーチュ製の C60 ハイブリッドが GV4 エンジンを搭載しているのに対し、ペスカロロ製の C60 ハイブリッドは2004年仕様からキャリーオーバーした GV5 エンジンを搭載している点が異なる。AB フラー、マイケル J、2000カーレッジ C60 マルサン、エスコーナー、2014年2月18日閲覧。AB フラー、マイケル J、2005ペスカーロカーレッジ C60 ハイビド。マルサン、エスコーナー、2014年2月18日閲覧。このハイブリッドは、ハイブリッドカーを意味する子ではなく、車両規定新旧混合である旨を指している。2005年に規定が変更になったが、 それに対応していない旧規定車両を使うユーザー向けの暫定措置であった。ありがとうございます。